戸部町高尾田の麻生小学校で15日秋の収穫感謝祭が開かれ、5年生のおよそ100人が農業の体験学習で作ったもち米や味噌を使った昼食作りに挑戦しました。児童は今年 JA 姫中央城南ブロック女性部の協力でもち米の田植えや収穫、味噌作りを行ってきました。子どもたちはよいしょよいしょの掛け声に合わせ、湯気が立ち上る石臼に向けて力強く杵を振り下ろしました。つぎ上がった餅は一つずつ丁寧に丸めました。大鍋では豚汁を作りました。豚肉と白菜や人参、大根などを入れて煮立たせ、手作りした味噌を溶かし入れました。およそ200人の昼食が完成し、子どもたちは地域の住民と一緒に席について舌包みを打っていました。餅つきをして杵がとても重いと感じて、その自分がついた餅を食べて美味しかったです。皆さん上手にね、お味噌も作っておられたので安心いたしました。今和食いうのをすごく見直されておりますので、これからもずっと若いお父さんお母さんにも伝承していっていただきたいなと思います。